週刊誌の最新号についてる。近くのコンビニでも買えるけど、水着の人が表紙の雑誌を買うのが少し恥ずかしくて。発見、あとちょっと動いてくれたら撮れるんだけどな。全く僕の気配に気づいてないな。あ、どいた。やっと帰る。ん？エッチな本。戻さなきゃ。ちょっとだけならいいのでは？か。なんか表紙の子、少し久保さんに似てる。その本は君には早い気がするな。隠しても無駄だぞ。他の人が読んだ後、適当に置いたから元に戻そうと思っただけで、仮にせっかくだからちょこっと見ようとした下心はあっても。そっかそっか、じゃあそういうことにしてあげようかな。立ち読みした人の本を戻そうとしたけど、気になったから読んでみようかな。分かってて言ってるな、この人。ちょっと待てよ。お、まさか久保って名字の人は僕を見つけやすいのだろうか。ここの本屋は当分行けないな。あれ、あの子春高だったんだ。